こんにちは。ということで、さっきのチョコレートを食べたんです。慣例でね、チョコレートのことを、まあ歴史というのを初めて、こういう歴史は動画で出すと思うんですけど、まあ、なんていうんですかね、まあ世界の、まあ発明の発見ということでね、紹介していきたいと思うんですけど、まあこのチョコレートっていうのはね、あります。まあこれいつ頃から作られ出てきたのか、チョコレート自体がいつ頃出てきたのかっていうのはわかんないんですが、まあこれは1519年に、まあ、スペインの軍人コルテスが、まあ、メキシコに攻め込んだ時のことなんですね。でメキシコの都を目指して攻めていくうちに兵士たちはクタクタに疲れてもう先へは進めなくなってしまった。でそれで困っていると通りかかったメキシコ人が、まあ、黒い飲み物をくれた。でコルテスは初めて見る飲み物なのでこれは何というものだと、尋ねたらしいんですね。そうするとこれはチョコラトルといって、まあ、カカオの実を潰して、水に溶かしたものだと、まあ、教えてくれたんですね。でこれはもう神の飲み物だとして、まあ、メキシコですごく、まあ、流行って、まあ、大事にされたんですね。で飲んでみると、まあ、苦くて、まあ、美味しくなかったのでんですけども、まあ、不思議なことに疲れていた数の兵士はみんな元気になったと。でそこでこのコルテスというのは、このカカオの実をたくさん、まあ、スペインに持ち帰ったんですね。でチョコラトルだけではあまりにもまあ苦みが強いですから、まあ、それをこうスペインではまあ砂糖を入れて飲んだと。でこれがまあ今のココアのような飲み物なわけですね。でこれが1842年のことなんですが、まあ、イギリスではカカオの実から取れる脂肪カカオバターを加えて、まあ、チョコレートケーキというのが作られましたね。でまた1876年にはスイスで板チョコというのが作られたんですよ。で日本ではというと、日本でチョコレートが初めて売り出されたのは1875年、まあ、明治8年で、チヨコレートなどの、まあ、当て字が使われたんですね。要するに、まあ、なんて貯金のちょうに古い、そして年齢っていうのかね、糖分の糖ですね。で、それらを当てがめて、まあ、使われたと。で、これが初めての、まあ、飲み物だったんですね。で、日本で、まあ、板チョコというのが売り出されたのは、1909年、明治42年になってからの、ことだったんですね。ですから、まあ、その当時は、本当にチョコレートっていうのは、まあ、貴族のうちの人、お金持ちの人しか、まあ、飲めないような飲み物で、まだまだ、まあ、庶民にはまだチョコレートっていうものは、あまりにも高価すぎたんですが、まあ、そうですね、昭和に入って、だから歴史で言ったらまだ浅い方ですよね。昭和に入ってからぐらいから、まあ、だんだんそういうふうに、まあ、チョコレートに、まあ、こういう、まあ、砂糖とか、今現在のチョコレートですね、こういう甘いチョコレートっていうのが、まあ、できるようになってきて、で、最近チョコレートもこういうふうに見直されてきまして、まあ、昔のその苦味のあったチョコレート、まあ、年月が経つとね、まあ、それがもう甘いのがチョコレートだっていうふうに誤解してる人が多くなっちゃうんですね。でそうすると、まあ、本来の、まあ、チョコレートの味というのを、まあ、再現してみようじゃないかっていうことで、まあ、それでこう見直しが出てきたんですね。でそれで、まあ、こういうダーツみたいな、まあ、苦みのあるチョコレートっていうのが、まあ、本来の、まあ、チョコレートですね。でそれをこうまたこうチョコレートブームになって、まあ、広まっていったってことなんですよ。だからまあチョコレートっていうのはまあそれだけねやはり長い歴史があってまあある意味悲しいことでございますよね。要するに植民地時代の時にね島国の人たちがねチョコレートをまあある意味飲み物として飲んでたわけでそれを勝手にお前ここは俺の同士だっつって勝手に攻め込んできてで勝手に持ってったわけですからね、まあ、それらを利用して持ってったわけだからまあそういう悲しいねお話も事実としてあるんですがまあもともとびっくりするかもしれないけどチョコレートってすごく苦くて、まあ飲み物だったと、まあ、そこから始まったってことですね。で同時にココアも、まあ、そこから分裂して、まあ、始まっていったというわけでございます。というわけでどうもありがとうございました。